モンスターはいなくなったみたいだね。そうね。ありがとう、ユーマ。おかげで助かったわ。町に戻ってバローズ団長に報告しましょう。いえ、戻る必要はないかと思います。報告するお相手はそちらに見えているようですから。どうやら気づかれてしまったようですな。バローズ団長、どうしてここに？実はですな、非常に申し訳ないのですが、今回の依頼ではモンスター退治そのものとは別に目的がもう一つあったのですよ。ユーマに宿る交流の力とユーマ自身の持つ戦闘への適性をぜひとも見極めておきたかったものでして。そうだったんだ。だからあんな強引に僕を。その通り。モンスターの目撃情報が入ったことにかこつけてあのような依頼をな。やはり思った通りでしたね。バローズ団長、それはあんまりなんじゃないの？私はともかくユーマに対して。キリカも言ってやりなさいよ。光竜様に対して失礼ですとか。失礼ではありますが、光竜様のお力を改めて間近に見ることができ感動しているのも事実です。またバローズ殿の企みに気づいていながら光竜様のお姿を拝見したいがためにそのことをお伝えしなかったというのも事実。これらのことに照らして考えますと、私にはバローズ殿を非難する資格はないような。あのね、まあいいわ。とにかく城に行きましょう。どうせユーマの様子を報告するんでしょ。私からもお父様にお伝えするわ。一緒に戦ってくれたユーマの様子をね。